定置ドイツ語とは、抗議のドイツ語のうち、第二次死因推移の影響を受けなかったドイツ北部の言語群を指す。大きく分けて、オランダからベルギー北部で用いられ、オランダ語、フラマン語などを含む定置フランク語、ニーダーザクセン州を中心としたドイツ北西部で、用いられる定作戦語、センオムネエルベ川よりも東側のドイツ北東部で、用いられる東定置ドイツ語の3つに分けられる。 ただし、近年では、定地フランク語低定ドイツ語とは別の言語グループとする場合が多い。西ゲルマン語群の系統である、定地ドイツ語は、標準ドイツ語が経験した、第二次シー推移ないし、高知ドイツ語シー推移と呼ばれる、シー変化を経験しておらず、英語やフリジア語、スカンジナビア諸言語との共通点が、標準ドイツ語より多い。同時に、文法的にも、 前述の英語と多くの共通の部分がある。例えば、定置ドイツ語の系統の名詞には、核が3つしかない。北部方言では、過去分子にドイツ語やオランダ語のそれにつくようなゲ、マイナスがつかず、多くの南部方言では、ゲ、マイナスの代わりにイマイナスが使われる。このような多くの相違点から、言語学的検知からは同じ、西ゲルマン語群に属する別言語と扱われ、 要するに、外国人から見たドイツ語である、標準ドイツ語とは、親子関係になく、むしろ、フランス語に対するイタリア語、スペイン語のような兄弟言語としての立ち位置にあると、考えるのが、一般的な見解である。定置フランク語を除いた、定置ドイツ語は、系統的には、定置フランク語や高知ドイツ語よりも、むしろアングロフリジア語群に近いという見方もある。ありがとうございます。